サッカーを楽しむっていうことがまず第一ですし、自分が楽しくプレーしていればそれを見てくださっている方々も楽しんでもらえることが自分にとってサッカーをしていることの何よりの意義があるんじゃないかなと思ってます。究極のゲームっていうのは常に頭にありますけど、個人的な部分もそうですけど、やっぱりチームとして戦うので全員が同じものを共有しないといけないので難しい面もありますけど、少しでも近づけるように努力はしていきたいなと思ってます。トップに立ったわけでもないですし、自分より上手い強い選手はたくさんいるので負けたくないっていう思いがあれば、モチベーションは落ちることは絶対ないと思ってます。一人一人サッカー感が違うので、どこが一人得意だとかっていうのはあまり判断したことないですけど、自分が思ってるサッカーをすれば、誰にも負けない自信はあるので、移動の時とかスーツ着たりしてますけど、やっぱりこう身が引き締まるというか、たまに着るスーツっていうのは着ながら嬉しいっていう感じはありますね。日本の全ての方々もね、期待してるとは思うので、その期待に応えられるように最大限のものを出して戦っていきたいなと思ってます。